こんにちは、ニオドです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はサブチャンネル久々に更新していこうと思います。まあ大したことはやりません。音楽かけていくだけでございますが、こちら今日はね、こちらの CD 一人の部屋のジャズボーカルということで、こちらをかけて2曲かけていきたいと思います。2曲かけていきたいと思います。で、メインチャンネルからね、来てくれた人も多いと思いますが、そうじゃない人はちょっとわからないと思いますので、軽く説明していきたいと思います。最近までは、まあ、この辺のシステム、SM1000 とか B1 とか使っておりました。で、まあ、レコードプレイヤーね、GT2000K をつけていましたが、今日はやめましたっていう話です。で、まあ、ステレオガイドの80年、81年を見てましたら、HMA9500M2 がね、載ってたので、まあ、HMA9500M2 に久しぶりに変えました。で、プリアンプはですね、SY88 です。花のね、80年組みたいな感じになってますが、ちょっと今日はね、これで遊んでいこうと思います。で、CD プレイヤーは GT-CD1 ですね。はい。全然80年組じゃございませんが、90年入ってからのね、製品でございますが、それと、まあ、長岡先生のね、創発の D70 でやっていくということでございます。で、まあ、今までこの B1 とかね、SM1000 で聞いていましたが、まあ、それとね、雰囲気がどんだけ違うのかということも含めまして、モノラルなのかな、これね。まあ、そうかもしれないですが、まあ、ちょっとね、これ、雰囲気いいんで、リズム、テンポいいんで、これちょっとね、かけていこうかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、本日も、サブチャンネル、よろしくお願いいたします。はい。それではね、再生の方していきたいと思います。For the man I love, the man.
いただきましてありがとうございました。まあね、メインチャンネルでねやった時よりもこういう曲をねかけると、このシグマのね総括なかなかいいんではないかなと思います。嫌味な音も出ないですし、まあもともと高い音もあんまり入ってないので再生もしやすいですし、まあこういうのだと、もしかしたら SM1000 もいいかなぁともね、思うんで、今度ね、SM1000 で同じ曲かけてみたいと思います。今日はね、メインチャンネルからの流れなので、HM9500 Mark II を繋げちゃってますが、これ B1 とかね、B1 じゃないかな、SM1000 かな、たっぷりたっぷりね、そこ力あって鳴ってるような、それでも優しい感じが出る。SM1000 かななんとも思いますので、今度ちょっとかけてみたいと思います。はい。本日はですね、またサブチャンネル、お越しいただきまして、神々ですが、お越しいただきまして、誠にありがとうございました。今回はこれで以上となります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。